皆さんこんにちは。こんにちは。すっかり梅雨のど真ん中と。ど真ん中です ね、 ね。今日は朝からずっと雨降って夜まで。そうですね。ですね。ちょっと洗濯物困りますけど。そうですね。この時期はしょうがないですね。はい。で今日もちょっと暗い感じでね。はい。ずっとライトを使ってるんですけどすいません。はい。精一杯笑顔で頑張りたいと思います。はい。ということでこの間、うん、あのブログに書いて、はい、ちょっと前のブログに私書かせていただいたんですけれども、はい、我が家の野菜、そう、こうやり始めたというところを書かせていただいて、この間2回目のキュウリの収穫をさせていただいたんですね。まあそれちょっと後でブログ書かせていただこうと思うんですけれども、やっぱり取りたては美味しいですね。美味しいですね。みずみずしくて、なんかこううちで取れると余計美味しく感じますね。感じますね。あのシソとかね、うん、あのあとバジルなんかこうもう摘んでいろいろと薬味に使ったりとか、バジルペースト作ったりはしてるんですけども、してたんですけど、キュウリとかね、この実のなるものがね、はい、あとインゲンも取ったんですよね。インゲンもね、初体験でした ね、 ね、ちょっと3本だけだったんですけど、あの5万円にするほどでもなく、うん、最初だったんで、うん、もうさっと湯がいてね、はい、酢でポリ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 いただきましたけども、美味しかったですね。美味しかったですね。こんな小さな、ね、団地のベランダですけどね、はい、でも本当に立派なね、はい、野菜がなるんだなと思ってね。で今ちょこちょこ目が私外に行ってるんですけども、うん、あれトマトでしょうかね。トマトですね。あのどん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 つるが、うんうん、こう、これキュウリですね。キュウリですね、うん、伸びてちょっと上の階の方まで行っちゃうんじゃないかと今ね心配してるんですよ。ただ一つこう思ったのは、こう雨ね降ってはいるんですけれども、降っててこう水の方は心配ないんですけれども、やはり日照、うん、っていうのがすごく大事だなって。そうですね。なんで最初の2本はね、やはりお天気が良かったんで、そうそう、続いたんですよね、うん、すごくこう花からこう実になるまでが早かったんですけど、うん、今ちょっと足踏み状態ということで、やはり日照ということがね大事ですね、うん、だから北欧の人はね、こうちょっとでも太陽が出ると、はい、もうみんな日を浴びるんですよね。もうこの時期は特に ね、 ね、みんなもう日光浴に行きますね、はい、そうそう、それで思い出したんですけども、今フィンランドは夏至なんですよね。そうですね、夏至祭ですね。夏至祭、そうですね、うん、はい、すいません、我が家のベランダの野菜からそっちに行ってしまいましたけどもということでね、はい、まあ、そういう時、まあフィンランドはね、もう天気が良くて、はい、もう本当夏至の真っ只中です。夏至祭の真っ只中ですけれども、はい、こちら梅雨ということでね、はい、まあ、お家で過ごす時間が多くなりますので、はい、今回ね、まあ、そのお家時間が楽しくなるようなね、はい、アイテムをマリメッコ、はい、だけでで揃いました、はいはい、マリメッコ、いろいろ飲みの市でしょうか。そうですね、大すると、はい、そうですね、ちょっとワクワク感なのね、はい、飲みの市ですね、はい、それと、はい、マリメッコと北欧の布をお届けいたします、はいはい、こちらもねちょっと初めて入る、うん、こう入荷された、うん、皆さんの好きな生地がね、はい、入ったりとか、あれですね、あれです、あれですね、はい、ですのでこちらもお楽しみに、はい、じゃあもう早速、ね、そうですね、目の前にありますし、はい、はいはい、まず最初はこうマリメッコ、いろいろ飲みの市の方からですね、はい、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらも今の季節にいいですね。またこれからの、はい、マリメッコはプリマベーラのグラス、グラス、はい、色がいいですね。色がいいですね、これパッション系の ね、色合いがまたいいですよね、はい、あの麦茶入れたりね、うん、ちょっとこうサワー入れて作っていただいたりいいと思います。何しましょうかね、はい、これチョコレート無理ですからね。いいですね、はいはい、それと同じグラスでこちらはマリメッコですね、はい、これね60年代のすごいヴィンテージなんですよ、はい、あの赤とか黄色とかが、ね、白とか、はい、あるんですね、はい、それ今回ブラックですね、チェックのね、チェックので、実はこれね我が家でも使ってるんですけれども、そうなんですよ、すごいなんか素敵なんですよね、こう、そう、なんて言うんでしょうか、何気なくこうね、うん、テーブルの上に置いといても、そう、なかなかねフィンランドでも手に入らないんですね、はい、昔フィンランド行った時にね買ってきたんですけど、はい、それ以降、うん、そう見たことなくてね、はい、
入会いたしました。はい、それぞれ今の季節にぴったりですね。はい、こちらはマリメッコはウニッコのカップ、カップ&ソーサーのカップだけがだからこんなまとまってね入ってきたんです。そうです、おそらく未使用ではないかなと、はい、で2001年の商品ですね、はいはい、メイドフィンランドでございます。お皿はどこ行っちゃったんですか ね、まあ、いつか巡り会えると思います。でこれを持ってる方ね、買い足しということでね、うん、あの将来壊れた時のために買ってもいいですし、またこれだけでも楽しんでも、ね、楽しいと思います。素敵です。あの、うん、もちろんこうコーヒーとかね、カフェオレとかを、うん、紅茶楽しむのもいいですし、ちょっとこうお花、一輪挿しとか、うん、そうですね、それ可愛いですね。テーブルのね、うん、真ん中のね、なんかちょっとアクセントね、アクセントにね、うん、うん、マグだとちょっと重いけど、なんかこれだといいですね、いいと思いますよ、ね、うん、そっかそっか、そういう楽しみ方もありますね。はい、これは全部で5つ、はい、はい、で、次にマリメッコのマグカップ関係をご紹介したいと思います。こちらは先ほどのね、グラスにあったプリマメーラのマグカップ陶器になります。こちらもこのね、カーブが可愛いですよ ね、結構段差の指でもね、余裕でね、こうなりますね、はい、いいですね。あとこちらがプケッティイエローになります。こちら未使用でしょうかね、シール未使用ですね、ですね、はい、はい、こちらパーリナ、洋梨ですね、洋梨ですね、これも可愛いですね、はい、でこちらがメロニ、メロニです ね、こちらも人気ですね、メロンですからね、この時期ね、ね、ぴったりです。はい、これ白樺なんですね、白樺ですね、タンブラですね、うん、いいですね、いいですね、今頃こんな感じでしょうかね、フィンランド、なんか今の時期のフィンランドみたいですね、爽やかですね、ね、爽やかです、うん、素敵素敵、はい、とこちらもマリメッコのマグカップになります、はい、このブルーが爽やかでいいですね。いいですね、この時期ぴったりですね。ぴったりです。はい、で、こちらは陶器ではなく、はいはい、プラスチックです。なります。あのマリメッコのザックシリーズですね。はい、ですからプラスチックでございます。はい、こちらもプラスチックで、この、まあ、ザックというとこのこうプレートとかボールが有名なんです。これと同じねシリーズなんですね。はい、シリーズになります。はい、でこちらはアペルスイーニのカップになりますね。はい、いいですね、この小さい感じがなんか可愛いな、うん、これ初めてですね、当ショップでも、ね、そのグラスと比べてもちょっとこんな小ぶりでね、うん、いいですね、可愛いですね、うん、あとこちらがワイングラス、はい、いいですね、お好きな方に、これはね、チョコレート入れてね、どうぞってそこに来ましたか、はい、飾ってもインテリアになりますね、なりますね、はい、はい、あとこちらがプレートですね、はい、はい、かわいいですね、かわいいですね、はい、ちょっとおやつとかフルーツ持ったりしたと思います。はい、あとこちらがコースターになります。マリメッコのね、6枚セットになります。はい、柄はパイバンカッカラですね、はい、そうですね、かわいいですね、こういうものにちょっと夏ね、夏ここね、いいですね、グラスにね、あ、いいですね、はい、こんな感じになります。はい、はい、あとこちらはマリメッコ缶になります。こちら赤と白のストライプですね。でこれだけあの他のに比べてあの小さいというか、そうですね、はい、容量が約半分になります。あと紺に白のドットのムイヤ、はい、ちょっとオフホワイトに焦げ茶色のドットのムイヤ、こちらが水色のブルーのプリマメーラ、とこれがお花ですね、はい、マリメッコ、コーヒーのお豆入れたりもいいですしね、はい、紅茶とかのね、はい、ストッカーとか、はい、クッキーのストッカーとしてもいいですね。そうですね、うん、そうきましたか、はい、はい、クッキーチョコレート、はい、ちょっとお部屋にね、うん、あると可愛いですよね。とこうたまにちょっとそこでこう置くだけでもね、はい、こう本当アクセントになってね、はい、素敵ですよね、はい、はい、ということでマリメッコのいろいろ、はい、ロミの市は
はい、以上でしょうか。はい、はい、ちょっというね、ちょっといろいろとバラエティー、そう、はい、ワクワク感ありますね。はい、はい、それではこの後は引き続いて、はい、北欧の生地です。はい、そうですね、はい、はい、北欧の生地、布をご紹介いたします。はい。